私と一緒にゲームして遊ばない？一緒に遊ぶ？やってみる？赤ちゃんが一番喜ぶのはお母さんの腕の中です。なぜなら赤ちゃんはお腹の中にいる間ずっとお母さんと生理学的につながっていたからです。ですから生まれた後もまだお母さんとつながっていたいと思うのです。お母さんと触れ合ってたくさんの時間を一緒に過ごした赤ちゃんは安心して新しい世界へ飛び出すことができるようになります。お母さんをすぐそばに感じながら見る世界は安心で楽しいところに感じられるでしょう。だーだーだー、赤ちゃんが眉を寄せたのが分かりましたか？彼女は私の動きに注目してそれを理解しようとしているのです。何が起こっているのか考えているのね。赤ちゃんがいろいろなものを見ていたら新しいことを学んでいると考えるかもしれませんが、実はお父さんやお母さんの助けがなければその意味はわかりません。赤ちゃんは誰かと一緒に体験することを通してしか何かを理解することはできないのです。大きな犬が近づいてきました。赤ちゃんはワクワクすべきなのか怖がるべきなのかわかりません。でもお母さんの顔を見ることでわかるのです。これは専門用語で社会的参照と呼ばれる行為ですが、驚くべきことに赤ちゃんはお母さんの表情から今起こっていることが怖いことなのか楽しいことなのか理解するのです。ですからたとえ抱っこしていなくてもちゃんとあなたのすぐそばで見ているわよということをお子様に伝えるためにアイコンタクトはとても重要なのです。ストッケの製品は世界中で販売されているため、私たちデザイナーは世界各国の状況について調査を行い、その結果この3つのストローラーが生まれました。どれも親子のつながりに重点を置き、それぞれに特徴を備えています。エクスプローリはストッケの顔ともいえる製品です。究極のコネクションストローラーです。ストッケと他社のストローラーの大きな違いは、お子様がいつでもご両親と向かい合って座れること、またご両親とより近く高い位置に座れることです。もちろんこれによってお子様とご両親のつながりがより深まり、アイコンタクトもしっかり取れるようになります。ストッケクルージは快適性を重視したストローラーだけあって本当に快適な乗り心地です。親子の触れ合いにも考慮し、赤ちゃんの位置も高くなっています。ストッケスクートはよりコンパクトで街中のお出かけに最適です。高めで対面式のシートが親子のつながりを深めます。ストッケのデザインプロセスはたくさんのスケッチを描くことから始まります。そしてある段階が来ると製品のデザインと工学、構造を結びつけるのです。この工程はとても重要で、デザインと構造のどちらのニーズにおいても妥協せずにパーフェクトを目指さなくてはなりません。もう一つ重要なことは、実際に子供を乗せてテストし、子供たちにとって快適でご両親と触れ合える製品であることを確認することです。このストローラーの開発の半ばに私自身が初めて父親になりました。ストッケでは常に何が子供にとって一番良いことなのかを考えていますが、父親としてそれを実感しました。また私の娘はデザインチームの一員として全ての試作品をテストするという重要な役割を果たしてくれました。赤ちゃんにとってご両親の顔が見えて自分に注意を払ってくれているのだと感じることがとても重要なのです。ですからシートの位置が高ければご両親は赤ちゃんに顔を近づけて赤ちゃんの声に耳を傾けることができます。これまであまり科学的に取り上げられなかったことですが、実はストローラーのデザインは赤ちゃんの脳の発達に深く関係しているのです。この点についてもっと科学的に取り組み、ストローラーでのお出かけで赤ちゃんに情緒的な体験を与えられるようにしなくてはなりません。